はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の西明です。本日もご視聴よろしくお願いします。本日はですね、矢田でも非常に人気の高いね、この動画でもね何度も紹介させていただいている、ニトをご紹介なんですけども、そのニトの中でもですね、夏の限定酒というのがあるんですね。はい、そちらを今日はご紹介したいと思います。はい、じゃあこちらです。はい、ニトのね、唯一ブルーボトルでね、出してる、出荷してるねお酒なんですけども、こちらはニトの純米酒の、サテンと言います。なぜこれサテンかと言いますと、要はですねアルコール度数が13度の低アルコールで仕上げてあるんですね。はい、というわけでそのサティーンね、それをもじってサテンということで、非常にこう夏場の人気の高い一本になっております。でこちらのお酒なんですけども、使ってるお米は万歳米ですね。はい、愛知県の岡崎市で復活栽培しているお米なんですけども、そちらはね食用米になります。ただ昔のお米ですので、大正時代に天皇陛下に献上してた、そんなお米なんですけども、一回ね生産は途絶えるわけですけども、そちらは愛知県の岡崎市が復活栽培して、それを唯一ですね、ニト丸石醸造さんが使用して使われているということです。で、いろいろ調べるとですね、その万歳米というのも、お町に近い酒造適性を実は持っているということで、非常にね、ニトが重宝してるんですけども、ただね、やはりこう製造、栽培が難しいということで、なかなかね、生産というのはね、広がっていないのが現状になります。はい、というわけで、そのね、万歳米を精米具合 70% まで磨いたね、サテンをテイスティングしたいと思います。夏のね、お酒ですので、夏のね、アルコール度数13度。軽やかさがね、非常に期待できるんではないかと思います。で、万歳米は結構味のね、出るお米ですので、軽いけど味はあるというね、そういったこう、ニトのね、ニトを追いましょうという、そのね、ポリシーに非常に沿ったね、お酒になっていることが期待できますが、じゃあ、いかがでしょうかね。はい。うん。香りはですね、ほんのり水飴のようなね、甘い香りもあります。でも非常にこう爽やかですね。爽やかな中に本当にこう水飴がですね溶けたような、そんなね、甘い香りも感じます。ではねテイスティングします。これはね、低アルの軽さもしっかりありますし、万歳米由来のですね、しっかりとしたこう甘み、うまみ、そして、ね、こう酸というのが、十分、ね、伝わってくるお酒になります。これが万歳米使った、ね、生原酒とかになるともっと飲み応えというところにつながっていくと思うんですけども、これは、ね、夏の低アルコール酒ということで、味はしっかりあるんですけども軽やかさというのが、ね、非常にあります。ですので、夏場ごくごく、ね、つい飲んでしまえるようなそういう仕上がりになっておりますので、ぜひ1杯目、2杯目という形で、飲み始めの、ねタイミングでこちらのニトのサテンを、ね、注文されるのが一番こうベストではないかなと思います。非常に、ね、滑らかさもありますね。後半に、ね万歳米らしい奥行きのある、ね、うまみと酸もありますし、前半の甘みというのもね、夏場のこう暑い時に少しね甘さってやっぱり欲しくなりますので、その辺もねしっかりこう期待できる一本に仕上がっております。というわけで、本日はですねこのニトのブルーボトル、非常に人気が高いね一本ですので、見かけましたらぜひその場でねご注文いただければと思います。はい、では本日もね、ご視聴どうもありがとうございました。